ジャック・エヴァンスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ジャック・エドワード・ミラー、カリフォルニア州、ファウンテンバレー出身。2000年10月22日、PWF のタイガー・レディング戦にてデビュー。その後、テッド・ハートと、イキト・ゴーシ、ローなど様々なインディー団体を転々とする。2004年、ティエネに参戦。5月には、初来日を果たす。 この当時は、BB バンプなる覆面レスラーだった。2005年12月23日、ドラゴンゲートに初登場。ロドリック・ストロングと組んで、BB ・ハルクスペルシーサーと対戦。重力を感じさせない、跳躍力と華麗なスピードで、ファンの心をつかむ。以降は、ドラゴンゲートに、準レギュラーとして出場し、超国際派ユニットとして生まれ変わった。 ブラッドジェネレーションのメンバーとして、シーマ、ドン・フジーと行動する。2006年8月20日にオープン・ザ・トライアングル、ゲート・オーザ決定リーグ戦を制し、シーマ、B ・ B ・ハルクとオープン・ザ・トライアングル・ゲート・オーザを獲得する。2007年2月に来日した際、自分の知らないところで、ブラッドジェネレーションが解散していたことを知り激怒 シーマと仲田がいし、さらにドラゴンゲートからの離脱も示唆していたが、3月の、後楽園、ホール大会で、ドクターマッスルに変装し、まさかのマッスルアウトローズ入りをするが、2ヶ月後の5月11日の、後楽園大会において、ニューハザードに、スケットという形で加入。7月には新日本プロレスに出場、高木慎吾と組んで、もちづき神田ひろ組と対戦。 2008年、トリプル a と契約して入団。2010年6月、トリプル a 世界クルーザー級王座を退官。10月にプロレスリングノアに、初参戦し、第4回日テレハイ総ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦にエクストリームタイガーと組んで出場した。2019年5月、オールエリートレスリングと契約。ありがとうございます。